はい、皆さんこんにちは、大樹です。佐穂です。はい、四つ女神の2回目ということで、はい、とりあえず前回は、はい、まあ20分弱ぐらいちょっと、はい、まずは前半の導入部分を見てもらったんですけど、はい、まだよく分かってないですよね。分かんないです。続きをだからやっていきたいなと思うので、はい、もし前回見てない方はまずここで戻って前回のをまず見てもらって、それからがいいと思うんでね。はい、はい、そう、戻れなかったんだ。そう、あの舞ちゃんが主人公で、はい、舞ちゃんが戻れなくて、はい、今この神社に出てきた男の子と、はい、一回ついてこいっつってついてたんだけど、はい、やっぱり戻れないっていうのが本当だっていうところですね、はい、これね。そうですね。はい、じゃあ続きを。ねえ、これってどういうことなの？俺が知るか。とにかくお前をここから出す、うん、出られるの？まだわからない。でもどうにかして出す。っていうか誰？本当だよ。まず名乗れよ。ずっと名前てんてんてんだしさ、はてなはてなはてなだし名前。そりゃそうだ。きっと絶対重要人物だと思うんだけどさ。ズボンに入って。どうぞ。あー、こんなおかしな事態に巻き込まれるなんて。お父さん。今頃心配しているだろうか。私が屋敷からいなくなったことに気づいただろうか。私が考えなしに行動したから。おい、泣くなよ。泣いてない。とにかくお前はここにいちゃいけない。帰る手立てを探さないと。全く謎ですね、今のとこね。真剣に考えているようだ。本当に？そういえばこの子は何者なんだろう。私は改めてまじまじと観察してみる。はい。背と歳は多分私と同じくらいだ。髪の毛を後ろで束ねている。長いの。女の子のようにも見えるが、口調や声から男の子だろうと予想した。うん、なんだよ、ジロジロ見て。あ、ねえ、名前なんていうの？私は佐原舞。私が自己紹介をすると何も言わずじっと私を見つめる。怖いな。と言っても布で目が覆われているので表情まではわからない。しかし凝視されているように感じた。これ目開いてんのかな、どっか。ねえ、つぶってんじゃないですか。つぶってんのかな。居心地の悪い空気にたじろいでいると、彼は短く答えた。俺はイミゴ。エミゴって言うんだ、エミゴくん。エミゴ、変わった名前だな。イム子供。あ、わかんないけどね。いやいや、わかんない、全然わからないで言ってるんで、多分そんな感じな気がちょっとしちゃった。あ、そっか。違うのかな。どうぞ。エミゴくん。くんはいらない。わかった、エミゴ。迷惑かけてごめんね。少し警戒心を解いた私はイミゴに一歩近づいた。俺に触るな。え、別に触ろうとなんてしてない。いいか、どんなことがあっても俺に触るな。どうして？俺に触れると前が不幸になるからだ。不幸になる？突然そんなことを言われてもいまいちピンとこない。うん。おい、聞こえなかったのか？聞こえたよ。不幸になるって何？もしかして病気とかなの？見た感じでは何ともなさそうだけれど。病気なんかよりたちが悪い。いいか、とにかく絶対に触るな。ここで約束しないなら俺は舞を助けない。フリ？フリですか、これは。わかった。理由はわからないが、私はイミゴに触らないと約束をした。触ることないっすよね。そうですよね。そうね。今私が頼れるのはイミゴだけだ。そのイミゴを触るなと言うならば私に選択権はない。っていうか、そんなおでさんの話じゃないと。そりゃそうだ。わからんけど。あと腹は減ってるか？あ、優しい。あ、そういえばそんなにあるかな。
もうすぐ夕飯というところで家を飛び出してしまった。おまけに山の中を走り回ったのだからお腹が空いて当然だ。お腹空いた。わかった、何も食うなよ。ええ、どういうこと。え同じ反応したよ先に反応しちゃって。えって今のは食べ物を恵んでくれる流れじゃないの。まあそうですよね。何不満そうな顔してるんだよ。だってじゃあなんでお腹減ってるかって聞いたの。腹が減ってたら拾ったもの何でも口に入れそうだから釘を刺した。そんなことしないよ。とにかくここで手に入れたものは食べるな。どうなっても知らないぞ。お腹壊すの。その程度で済めばいいな。分かった、理解した。この人は意地悪な人まあ意地悪だまあ拾ったもの食べないけどね、うん、まずね。そうですよね。しかし私一人ではこの神社から帰れない。嫌でもイミゴに頼らなくてはならないのだ。そっか、私は大きくため息をついた、うん、なんだろう。なるほど。あ、ここでクリアなんだ。へえ、どういうこと。わからないっす。どういうことなんだろう。じゃあちょっともうちょっと進んでみましょうか。次の物語読む、はいはい、はい。いやー全然わかんないですよね。謎ですね。そんな近所の神社にそんな神社あるって感じですよね。なんか ね、 そうですね。そんな怪しい被り物の人でですね。被ってたらでも怪しいですけどね。もうその時点で怪しいですよね。うん、お祭りかってなりますけど。これなんていうんでしたっけ。手の洗うとこですか。違うわけね。なんだろう、なんだろう。手水車、手水、手水車、なんだろう。長寿屋、長寿屋だ、長寿屋。あ、長寿屋書いてある。手洗うとこですよね。そうですよね。清めるとこですよね多分。さて、神社から出る手がかりを探すといっても何をどうすればいいのかさっぱりわからない、うんうん、これからどうしよう。閉じ込められてますもんね、うん、は臭い。ショックを受けて慌てて自分の匂いを嗅いだ。山の中を走ったから汗臭くなってしまったのかもしれない。そんなんで境内をうろうろされたら迷惑だ、うん、身を清めるまでは狛犬の守りより先へは行かせないからな。身を清める。ついてこい。ここが長寿屋だ。神に失礼のないようにここで手や口を注ぎ清めるんだよ、うん、あ、臭いってそういうてっきり私が匂うのかと思ったけれどどうやらそうではなかったみたいだ。長寿屋、うん、長寿屋と読むのか知らなかったうちら今のうちらと一緒わからなかったら書いてある通りにしろ。うん、でも意味語。なんだよ。できないよ。なんでだよ。だってお水も秘食もないんだもの。は？は？そこには空っぽの長寿鉢があるだけだった。え？なんでないんだ。どういうこと？私に聞かれても。くそ、今日は変なことばっか起きるな。とにかく水を出す。秘釈も探すぞ。できるの？やってみなくちゃわからないだろう。探索開始。なるほど。移動ができるようになりました。探索開始。移動？うん、水は流れてる。作法、うんうん、この手順通りにやればいいんだよね、うん、そうだ。間違っても秘釈に口をつけたりするなよ。しないよそんなこと。あと何かありますかね、うん、
ミゴ、屋根の上に何か乗ってる。本当だ、取れるか。ひどっ。イミゴだって私と身長変わらないじゃない。そうだ、肩車したら取れるかも。お前は鳥頭か。俺に触るなって言っただろ。ケチケチって。あ、じゃあダメなんだ。取れないんだ。あとなんかあります。なんか移動ってあります。移動しますか。でも移動したらいいですよね。いいんじゃないですか。移動しましょう。現在地です。どこに移動するの？どうやって移動するの？あ、そういう風にして移動してみます、ね。狛犬。口が開いてる。阿行の狛犬だからな。阿行？あ、と発音するときに口が開くだろ、うん。なるほどね。じゃあ狛犬って何？何って目の前にあるだろう。そうじゃなくて、どうして神社に狛犬がいるのかなって。詳しくは知らないけど、神社の守護神のようなもんだ。だから参道を挟んで向かい合ってるんだ。なんで狛犬はあうんなんだろうね。言葉の始まりのあと、言葉の終わりのん、神羅万象のすべてという意味があるらしい。あとはあうんの中とかあうんの呼吸とかいろいろ言われてる。詳しくは知らないっていう割にちゃんと説明してくれるんだね。全部受け売りだよ。なんか平和だね。本当ですね。の平和。こっちもなのかな。口閉じてる。運行の狛犬だからな。運行？うん、と発音するときに口を閉じるだろう。なるほど。どうしてコマ犬なんだろう。どういう意味だよ。他の動物でも良さそうじゃない。バカ、稲荷神社だったらキツネだろ。コマ犬に限らない。なるほど。そういえば確かにキツネの見たことある。コマ犬は中国の獅子が日本風に変化したとか、スフィンクスが遠い先祖とか言われてるな。そっか、どの地域でも守護神っていう考えがあるんだね。だから身を清めずに狛犬より先へ行こうとするなよ。食い殺されても知らないぞ。はい。どうされた。ってことは狛犬より先に行っちゃいけないってこと。こっから向こうには行っちゃいけないってことですよね。あとなんかありますかね。これなんか落ちてるね。木の棒だ。ゲット。ねえ、イミゴ、木の棒拾ったよ。棒を見つけて喜ぶってガキか。ムッとしたので拾った木の棒で意味語をつついた。何するんだよ。何遊んでんのかも。分かんない。遊んでるよね。なんか矢印出たよ。あ、これで入ってる。はい、入ったよって。なるほどね。他に行けってことですか。他に行けってことか。移動ですね。じゃあ移動しますか。こっち、あとこれですか、ね、ここも移動できるんだ。移動してみますか。前のギャラリーカード。汚れていて四つ目神社の由来以外全く読めない。由来のところね。ねえ、なんでこんなに汚れてるの。いたずら好きのガキがやったんだろ。後で掃除しなきゃ。なんて書いてあるんだろう、気になる。見ろ。どうしてこの神社にいるの。この村の子供だから。四つ村の。そうだ。この神社のお坊さんではないよね。神社ではなんて言えばいいのだろう。
アマさんだと女性になってしまう。巫女さんだな。巫女さんか。アマさんあれだ。なんだよ。神社のお手伝いさんなの？なんとも頭の悪そうな発言しかできなかった。神職のことか？あ、神職って言うんだ。やばい、そんなことも知らないのかってバカにされる。そんなもんだ。神職じゃないけどな、子供だし。意外とバカにされなかった。うん、もう一個も選べんのかね。どうして帰れなくなっちゃったんだろう。そう、それが一番大事ですよね。俺が知るか。だから帰る手立てを探しているんだろう。イニゴは怖くないの？どうして俺が怖がらなくちゃいけないんだ。だってこんなオカルトなことに巻き込まれたら誰だって怖いでしょ。別に元から変な場所だし。そんなに不安そうな顔するなよ。大丈夫、なんとかするから。何を根拠に言っているのだろう。全く説得力がない。こんだけか。こんだけですね。これなんだろう。あ、これを提示することができるみたいですよ。提示してみます。してみますか。お守りか。ずっと持ってるの。ご利益ないんじゃないか。なんで？こんなことに巻き込まれてるから全然前を守れてないなと思って。言い返せない。あ、そんだけなんだ。そんだけなんだ。ねえ、あとなんかありますかね。これ関係ない。これ関係ないか。お、鳥居の看板のようなもので、ね、四つ目神社とか書かれてますね。ここは四つ目神社って言うんだね。そうだ。なんで四つ目？この神社や村には目があちこちにある。どういう信仰なんだろう。そういう神様なんだろう。答えになっていないような。まだあるってこと？まだあるのかな。ここじゃないの？ないですね。なんか落ちてるとかないですもんね。ないでしょうね。ないですね。ないですよね。あ、なんか出てきた。何触りましたこれ？ここになんかあったよ。あれ？反応しないですね。何でもない。反応しませんね。なんかここに。ああ、本当だ。こっち側は関係ないさ。あ、なんだろう。鳥居の右の柱にはツタが絡まっている。存在だけど、何を見すればいいんだろう。そんなもんですかね。ですかね。移動まだできるのかな。この3箇所までし、3箇所しかないのか。あ、いけないです ね。じゃ、なんかまだ見ててないものが絶対ありますよね。これがここだから、ここさっきの細かいここですか。行きます。でもね、あります。あ、これあれだ、試着のあれだ多分。あ、これ絶対そうだ。ほら、ほら、絶対そうだ。ね、そういうことか。なるほど。ほうほうほう。これと組み合わせをすれば、これとこれで一緒になるわけですよね。ほうほうほう。そうか、そういうことだ。なるほどね。これ OK。やった、秘釈になったよ。これを長寿屋で使えばいいんだよね。なんで秘釈がバラバラになって屋根の上に。なんでだろう。いや、それは OK だと。次水でしょ。流す。あ、あれ？それ流れてないです。なんかあります。蛇口のあれを探すと。あー、なるほど。じゃあとりあえず一回第2話はこの辺にしときましょうか。そうしましょうか。ね、ちょっと秘釈がゲットできたんでね。はい。はい、じゃあマナさん、皆さん、また見てくださいね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。